はい、日本陸連、専務理事の風間でございます。本日はお忙しい中、本、記者会見に、ご出席いただきましてありがとうございます。そして、本来であればですね、開催に向けての状況をお知らせする予定でございましたが、今回、実は大会の中止について、ご報告をしなければなりません。22年1月23日広島県で、開催を予定しておりました天皇杯、第27回全国都道府県対抗男子駅伝につきまして、本連盟、そして共催、をしていただいた関係者、と協議した結果、中止を決定いたしましたのでお知らせいたします。広島県では1月に入り、新型コロナ感染、ウイルス感染が急激に急増しておりまして、過去最多の感染者を毎日のように更新する状況でございます。9日からは山口、沖縄両県とともに、まん延防止等重点措置の適用を受けるなど深刻な状況が続いております。本大会の運営にあたりましては、これまで感染防止対策を徹底し実施する方向で準備を進めてまいりましたが、しかしながら他地域と比べその感染拡大は広島県内の現状を踏まえると全国から訪れる選手団の皆様、そして広島の地元の皆様への安全対策について、これは緊急な判断をしなくてはいけない状況だといたしました。地元の自治体や関係団体ともにですね、協議し、やむなく苦渋の決断ではございましたが中止の判断となりました。本大会が2年連続、昨年そして今年と連続の中止となり、各都道府県選手団、各加盟団体の皆様、運営にご協力いただいた関係団体、レースを楽しみにしていただいた方々には本当に心から、心苦しい、限りではございますが、何卒この状況をご理解いただきまして、この中止の判断をご理解いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ご理解ご協力をよろしくお願いします。それではご質問を受け付けたいと思います。ご質問がある方は挙手の上、会社名とお名前をください。よろしくお願いします。本来この大会には選手や関係者何人ぐらいの方が来られる予定だったんでしょうか。これは大会事務局の方からでよろしいですか。はい、1チーム各都道府県から、選手10人と監督コーチ、監督1人コーチ2人、13人が公式メンバーとしていらっしゃる予定でした。それ合わせて全員で611人になります。朝日新聞の辻です。昨日広島県の湯崎知事が、記者会見で、駅伝の、開催は厳しいんじゃないかというような発言をされていらっしゃいましたけども、最終的にこの中止、にするという判断というのは、いつなされたものなんでしょうか。はい、知事のご発言は承知しておりました。開催権のですね、実情をお示しするですね、非常に重たい、重い発言だと受け止めておりました。しかしですね、この中止の判断に至るまでは、関係者、そして、運営をしていただいた方々、そして、チームのことを考えてですね、総合的に判断したものでございます。広島県内のその感染が急激にですね、この数日、1月に入りまして、急激に、感染状況が拡大して、
広野千島県広島市、二日市市などのですね、が講じられている感染拡大対策、そして大会に関係していただく所機関のですね、ご意見、出場予定の都道府県の影響など、さまざまな総合的な判断で、この数日中に、決断のをするための協議をいたしました。本日はとても残念なお知らせになってしまいましたが、これで天皇杯第27回全国都道府県対抗男子駅伝競争大会の記者発表を終わらせていただきたいと思います。来年28回大会は2023年1月22日日曜日を予定しております。変わらずご協力よろしくお願いします。